聴の皆様いらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全島派比較第21弾 DS のドラゴンクエストモンスターズジョーカーその6回目の配信です。前回で、回収していたマデュライトが10個揃いましたので、今回その回収後からやっていこうと思います。いや、あ、来た。今、マデュライトですね、10個集まって、で、目的としては、マデュライト10個を持ったまま、GP 本部のゴールにたどり着くっていうところですね。とりあえず、まあ、そこ行ってみて、で、決勝戦ね、今のパーティーで戦えるかやってみて、ダメそうだったら今日は育成会。いけそうだったらそのままストーリーを少し進めてみましょうかね。というわけで、一旦本部に戻りましょう。ちなみに前回から裏作業として少し、レベルを上げたのと、あとパーティーね、何体か配合をしたりとかして、次世代のパーティーを今育成中ですね、後ろで。育成が進めば、表のメインパーティーに出てくるかもしれませんが。ただ、レベル上げが結構きつくてね。これなんで固まってんだろう。サル狩りしたいなーって。あれなんかイベントかな、あ、朝になった。メタル狩りしたいなー。ドラクエ8の時みたいなね。3DS 版の。シンボルを、手じゃないけど、狙って出すとかね、できないから、レベル上げがちょっとね、大変ですね、今作は。で、こうやってね、敵がシンボルで見えてるんだけど、メタルスライム系は出てこないようでして、シンボルとしては。他の敵と一緒に出てくるのを祈るっていう。でね、メタルスライムが出せないから、なかなか、レベル上げがはかどらなかった。セーブしとこうかな。ちょっとルーラーが固定されてしまうのがちょっと嫌なんだけど、とりあえずゴール地点に向かってみようか。あ、違うか。このマデュライトに反応して、なんだって、金付き動画反応した。聞こえるか、この金の音が。今新たな決勝進出者が出た。その名は海夏。あ、5着だ。堂々のゴールだ。ギリギリでしたね。海夏のゴールを持って、決勝に参加するすべてのドル GP のラストステージ、決勝バトルが始まる。さてさてさて、第7回バトル GP もこっからが本番だ。あれ、早速バトルだっけ。早速狭き門を突破した強者どもを紹介しようじゃないの。まずは栄えある第1位、GP 界のアドル、アイドル、アロマ・ギブズリン。熱くほどのお嬢様。マスターとしても超一流か。何勝手に人の本名を明かしてんのよ。2位でゴールしたのは大自然の雄たけびトライガー。着ぐるみか。野生味あふれるワイルドマスターだ。その牙でライバルを切り裂く。コスプレだからな。コスプレじゃなかったら怖いな。モンスターがモンスターをテイムしてることに。最年少選手ちびっこマスターカレン。大会ルールに年齢制限なし。ヤングパワーが炸裂するか。次の GP 界のアイドルに輝くのはカレンだもん。続いて4位はスライムを極めし者ライムス。あ、この人仲良くなった人だ。たかがスライムと侮るなかれ。作戦次第でこんなにも強くなる。俺のめくるめくスライム戦法味わってみるかい。スライム戦法。経歴不明の謎のマスターはバトル GP に新風を巻き起こすか。最年少の子の方がダークホースな気がするけど、とまあすごい顔ぶれなわけよ。早く彼らのバトルが見たい君。ほんの少し我慢してくれよ。ベストな試合はベストなコンディションでってね。5人のマスターにちょっとぐらい時間をあげたっていいよな。海夏選手、決勝バトル出場おめでとうございます。出場者の方には開始までの準備期間が与えられています。この期間にモンスターの配合やレベルアップを自由に行ってください。
細やかな最終調整が勝者と敗者を分けるのです。なるほど、じゃあここで一旦セーブしてこようか。あ、エレベーターか。いや、イベントだ。ごきげんよう、負け犬さん。私は一着でゴールで、君は何位だっけだっけ。ふふん、決勝待つまでもなく勝負あったって感じよね。もうめんどくさいから降参してレアモンスターくんを置いていきなよ。マスターの真の実力は戦わねばわかるもの、わからぬものだ。ゴールした順位など関係あるまい。そうだろう、ゲブズリンよ。ゲブリンって言うな。嫌いらしい。ふうふう。まあいいわ。それに決着はあくまで直接対決でってことよね。どっちにしても勝つのは私に決まってるけど。いい？それまでくれぐれも。私のレアモンスターくんに怪我させないよう気をつけてよ。じゃ、ゲー楽しみにしてるわ。来てしまったようだ。という生き物をよくわからないと思っていたが、中でも小娘はもっとわからない生き物だな。この世界ってさ、アロマがファーストネームなんかな。ゲブズリンがファーストネームなのかな。ゲブズリンっていうのがファーストネームだったら嫌だな。ファミリーネームでも嫌だけど。ここに集まってる人たちマスターだけど、そのマスターとやはり戦えないか。経験値稼ぎできるかなとか思ったけど。今しばらくお待ち願えますか。え、決勝前の街の入賞を楽しんできていかがでしょうか。お、まだなんかイベントがあるのかな。なんかイベントある？最近アジトからの連絡が、あ、来たわ。またお前も当主ギルツからの指令をお預かりしてきましたよ。どうぞお読みください。ギルツからの命令書を受け取った。バトル GP におけるお前の任務を解くと言うと、好きにしていいってこと？まあそんなわけです。それではこれにて。ごきげんよう、おばっちゃん。何時の父親というのは実に一方的な人物のようだな。よくはわからぬが、何時の使命は終わったということか。しかしこれで心置きなく GP 決勝に専念できるというものだ。このイベントだけでいいのかな。他なんかイベントあるんだろうか。こういうモンスターズの世界もそうだし、ポケモンの世界もそうだけど、なんだろう、こういう世界にちょっと憧れるわ。決勝参加受付中です。いや、行きましょうか。はい、ホタルさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴、コメント、ありがとう。ただいまから、GP 決勝戦が始まるところですね。プールのみんな、この大歓声が聞こえるかい？いよいよ待ちに待ったこの時が来た。第7回バトル GP 決勝の始まりだ。まずはこの人にお出まし願おう。カルマッソ会長、よろしく頼むぜ。よろしくされちゃったよ。勝ち残った5人のマスター諸君、誰かが4連勝するまで何度でも戦えるからね。え、4連勝したの？これ下手したらずっと終わらないんじゃないか。最高のバトルを期待してるよ。それじゃあ挨拶終わり。大会はこっからが本番だよ。挨拶が簡単なのがうちの会長のいいところってね。それじゃあ会長も待ちきれないようだし、さっさと始めるとしようか。第1試合を戦う2人のマスターを紹介しようじゃないの。バトル GP1 回戦。本大会のダークホース、謎のルーキー海夏。教えてやるよ。はい、統合なんだ。エンゼルスライムとダークスライムかな。とりあえずこのままでいいかな。向こうの方が攻撃力強いぞ。生き残れるか。プレイできるよね。普通に殴れ。プールってなんだろう。聞き覚えがない。優勢になってるっぽい。もしようやくあと1体間違えた。まあいいか。対戦勝った。勝者、海夏。勝った海夏は引き続き2戦目にトライだ。じゃあ次は5位と4位が戦ったか、多分次3位だ。カレン。
対するは大会最年少選手ちびっこマスターカレン。アロマお姉さまに勝って優勝するのはカレンだもん。テリーか、誰だ相手。なんかごっついのを連れてんな。ダウン誰からかな。ギガンテスからか。デスから。とりあえず固めよう。みんな踊り。物理攻撃したいではないのか。反対なんだよな。モンブラン。コーン。1しか残ってね。マヌーサーしてきた。生まれてしまったね。凍結ギリギリ攻撃。デフォマと光の波動でマヌーサーを吹き飛ばそう。お回復間に合った。ナイス。痛恨怖えな。効かなかった。ありがてえ。MP がなくなったんだけど。デフォマが使えなくなってしまう。なんていやらしい。おはようございます。イシャナさん、いらっしゃいませ。ご視聴、コメントありがとう。決勝戦戦ってるとこですね。あ、で、ベフマもう使えないな。どうしよう。リホイ。いやー、厳しいな。守備力元に持ってしまった。それはまずいぞ。どうしよう、ここはもう攻撃するしかないか。倒れないか。62、死んでしまった。スジュも来る。ザオリク。ギガンテスまだ倒れないよ。リングスペイドがやられた。ドカと一体どうしような。防御してたリホーは。お、効かなかった。ナイス。オッケー、全回復した。ホイミは使えるよな。でもホイミは残しておきたいから、とりあえずこれで攻撃でこのターンで倒したい。マジか。とりあえず勝ったぞ。とりあえず勝ったけど、もう自利品やな。さすがにあと2回戦は勝てないな。勝者海夏。二人抜きを果たした海夏はいよいよ3戦目にトライだ。さあ、3回戦は2位のトライガーか。コスプレしてたやつね。対するはワイルドマスター、大自然の雄たけびトライガー。ワイルドとか雄たけびとか。何度も言うけどこれはコスプレ。俺はクールでクレバーなやつさ。レディー。はい。なんでコスプレしてんだろうか。2体だね。相手2体だね。と、ヘラクレス的な。バイキルト自分に使って、使えない、ホイミをこいつに。68、痛い。あー、キングスペディオにスカラ打ったのはまだ良かったかもしれない。86、死んでしまった。どっちかな、どっちかな、どっちからだろう。ヘルフラーからかな。インテラー。賢さ上がった。64。まずい。51。スカラでも51くらうんか。厳しいな。今のパーティーではやはり厳しいか。アルミラージーがやっぱまだ弱いんだよな。勝者トライガー。海夏は負けたが、幸いにも全勝する選手は現れなかった。チャンピオンの決定は持ち越され、バトル GP 決勝は続く。なるほど。これ全滅扱いにはならない。まだ優勝者は決まっていません。アロマも負けたってことか。全員に勝ち抜いた選手が出ない限り何度でもチャレンジできるのです。お金は減ってないね。相手2体だけど強かったなぁ。デパート1回行ってこようか。一応お金も稼いでたから、武器とかも買えると思うんだけど、1個前の島の方が高いの売ってたかな。鋼の剣があるのか。あ、銀のダンビラ。こっちは高くなってる。パルチ、パルベルト。バトルレックス。バトル、地形ないんだなぁ。ドラゴンランスよりもハルベルトの方が強いのか。なんかそれ納得いかねえな。とりあえず、やっぱ育成をしなきゃだから。現状だとな、ちょっと厳しいな。ここ入ったことないね。あ、こっち側じゃない。あっち側。デオドラン島かな。あそこはマダムンガーデンがあるし。マダムンガーデン。メタルエリア解放されてたっけか。
前タッションしているなってやつ。おお、ギガンテスがいる。出てけこら、私のマンションを汚すな。何するんてつ、暴力は反対です。まあ、こんなん入ってきたらな。てかそもそもどうやって入ってきたんだ、こんな巨体が。マダムンガーデン行ってみるか。もしメタルエリアが解放されているんだったら、そっクリアしたことあるんだけど、いつどこで何が起きるかとか全然覚えてない。なんでこれ裏からか。ステルス便利だね。あら、違う、こっち側か。ガーデンに行きたいから、こっち。すでにこのデオドラントのすべてのエリアに入れます。ただ一つ、魅惑のメタルエリアを除いて。300秒で15匹倒せれば引き続きメタルエリアにご招待。150秒の間、メタルモンスターと好きなだけ戦うことができます。戦士のみに与えられた特権なのです。あ、進めてよかったね。挑戦なさいますか？頑張ろう。100秒で15匹倒せば、メタルエリアに150秒入れるってことかな。スライムがいない。あ、来た来た来た。あと9匹。攻撃かわされてんじゃないよ、神獣様。あと6。あ、あと3体。よし、倒した。条件達成。ありがとうございます、皆選手。15匹倒されたので、メタルエリアの扉を150秒開放いたします。あー、どうしようかな。バンジーを出そうかどうしようか。メタルエリアだからな。出そう。スライムはどこじゃ？あ、これステルス効くんかな？逃げていかないのかな？メタル切り使ってくれるだろうか。あ、そういえば、武器持たせてないよ。日本から8、2匹に上がったで。ちょっと待って、装備させよう。おし、行くぞ。あ、キングスライムがいる。はぐれメタルだわ。倒せるかこれ。で、これステルス使える？使えるね。うまいことはぐれメタル倒せないかな。まあさすがにこのメンツだと逃げられないの前提だな。2ターン目絶対逃げなくて、2ターン目と3ターン目までかな。3ターン目まで逃げなかったらなんとかなるかもしれないけど、どうだろう。ダメも逃げなかったね。ただアルミラージたちの攻撃があんま通ってないな。キラーマシンだから AI に任せといた方がよかったな。オッケー、倒した。やった。1万ゲット。8から16に一気に上がったぞ。おー、すげえ。50以上上がってる、能力が。やば。お、アルミラージたちもレベルに上がったね。すごーい。切りが覚えた。いいぞいいぞ。魔人切り覚えたからメタルキング行こうぜ。あ、終了。終了になってしもうた。で、覚えたからメタルキング行けるぞ。これ能力回復してないから G ピットに行こう。おーし、ここでレベル上げるぞ。いやー、さっさと決勝進んどきゃよかったな。セーブしましょうか。はい、入れ替えて、どっちもスキルどこ、賢さか、賢さかな。賢さ優先で。だわ、勇気に振る。ギガスラッシュ覚えた。放電が稲妻に成長した。で、そう、ほんとこのみたいです。早く終わらせたいから、こいつら優先であげる。で、覇者の槍よりは、動く石像が上がってない。入れ替えよう。そうだそうだ。S だよね。あ、ダメか。あ、大丈夫か。ちょっと待って。このイタモグさん。さんと、キル割り振りは見れないか。そうかそうか。キルに何振ったか見れないってのはちょっと悲しいな。そしたら、一旦、ダモンとガルハートで、キングスペーディーとね、前キングスでスペーディオはちょっと受け継ぎとたいから残しといて、キングってなんだ、
逆転の切り札的特技、会心封じ、メダパーニャ、アタック、カン、マネマネ。え、他何覚えるこれ。でしょ。なるほど、なるほど。いらないな。と言ってガルハートレンジャーもいらないからキング一応入れとこうか。あ、で21になっちゃうんだよな。だ足りないな。ちょっとやり直そう。1レベル上げてからだな。あれ、アルミンがいない。倍に。もう一回行こう。もう毎回先にスライムエリアやんなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさいけど、それを考慮しても後のメタルエリアが超美味しい。一匹途中でな、一匹じゃあ二匹のやつがいたから、このせいで一匹足りていない。さっきよりさあ、ようやくメタルエリアに入れますね。じゃあ条件達成。とりあえず一番奥のメタルキング狙い、魔人斬りにかけよう。あれ、橋渡れないのか。あっち側か。26のダメージ食らった。オッケー、倒した。やった。経験値いくつや。もう2万だったらそんなに美味しくないのかな。はぐれメタル2体倒した方がお得な気がする。さあ、これで HP 回復が予約コンプリート。あとはぐれメタルを狙いに行くか、蹴るか。まだ時間残ってる。あと1分くらいある。腹切り2回はしてくれないの。アホイミのが やってる場合じゃねえよ。答えだ。ナイス。4。メラミン。あと1かな。かなり美味しく稼げましたね。てか入れ替えればよかったな。ルーラー買えない。一旦外出ないとダメか。よし、これでアルミラージがようやく卒業です。はい、ビッグパパさんいらっしゃいませ。おはようございます。挨拶ありがとう。え、アルミラージにしかならない。アルミラージとアルミラージでアルミラージになるんだけど。アルミラージなのがいいっていう。あれ、ちょっと待って。キングスライムがオスだから、メスか。メスのアルミラージが生まれれば、OK。オス、メス両方だった。これはありがたい。ブルー。なんか、オス、メスの場合はね、戦隊物的な、レッドとかグリーンとかブルーとかね、そういうのがつくんだよね。自動だと。あと、同じ名前を繰り返すとか、あるある。アルマスク。アルレッド。あ、どちらかというと、アルピンクかな。ティーをどうしようかな。ごめん、バっていうのはね、間違えてしまったんだよね。間違えてバーだけで決定してしまって、キャンセルできなくなったからね。バブルキングさん、バーしか書いてないんで、もうちょっと上げときたいかな。あれ？バブル、ナイキのボーレットだよ。大丈夫か。レベルが上がっていないのか。スタンバイと入れ替え。先にこっちやる。あ、スキル持ってない。これでコンプリートか。はいはいはい。スタンバイと入れ替え。ちょっと魔王の使いを。あ、シリー、素早さ。この2体でいいか。スキル持っていない。状態で、スペイリオいたっけね。入る。一回ちょっとセーブをしといて、でまたちょっとキングスペイリオの配合を。ダモグだ。これで攻撃力プラス2がつけばいいんだけど、答えてなかったか。で、このスペイリオ2がね、新しく覚えましたね。で、これでバイシオン覚えれるから、こっちを優先的にしたいんだけど、攻撃力アップがついてないから、これは一旦戻そう。じゃ、パーティー編成整えてもう一回メタルエリア行こうか。と、入れて、
バンジーがもう要だな。メタル狩り。動く石像何気に素早さ高いぞ、こいつ。魔王の使いより素早いんだけど。しかも、魔王タンと、ゴタロ入れて、スタンバイに、バート投げっち。気のせいかな、メダルエリア解放までの数増えた。確認してなかったけど。再倒して残り14って見えたの。あ、だからさっき1体足りてなかったのかな。確認してなかったけど、最初のパーティー2体だったんだなと思ったけど、違うんだな。数が増えている。あと8。5匹。でさっきこっちあるの忘れてた。逃げるだと？あれすぐそこにいなかったっけ？そこにいたと思ったけど、消えてしまったの。よし、これがラストだ。チクリア条件達成。メタルエリアで暴れましょうか。でまずはさっきと同じで、メタルキングをまず狙いに行こう。行かない方がいいのか？はぐれメタル2体狙った方がいいかな。どっちだろう。まない。魔王の使い役に立ってね。もう一気に上がったね。かしこさん、コンプリートした。え、これやっぱり残り時間的にメタルキングとはぐれメタル狙った方が良さそうだな。今んとこ、2回しか戦闘の機会が取れなさそう。やれ！ゼロー、残念。倒しきれない可能性は高いよね。ちょっとあんのかな？リングは。かぁ。逃げないだけありがたいな。何気に殴り倒すか、これ。メラゾーマ使ってきた。出ない。危ねえ。怖っ。当たらないよー。二人切りの方が良かったかもしれない。まだ逃げない。ありがたい。ありがたいよ。通常ダメージも結構当たってるよね。怖っ。メラゾーマ、でもまだ倒せないか。もう10近く当たってるような気がしていたけど。お、まだ逃げない。ありがたい。こいつマジで HP なんだ。あー、逃げられた。最初から魔人切りにしとけよかったか。残念。アグレメタル1体分だった。理解。ミーコと、バルハートと、イタモン。出ないかな、出てる。どうしよう、こいつら、合成するから。一旦セーブしよう。オスの杖とかメスの杖みたいなね、配合のした時の、性別選べたような気がしたけど、気のせいかな。なんかどっかいなかったっけ。で、バブルキングと、嘆きの亡霊で、ホワイトキング。おはようございます。ひよりさん、いらっしゃいませ。GP の決勝に1回挑んで、ちょっとボロ負けしたのでパーティー育成中でございます。ホワイトキングのメスね。とりあえずとキングだけどメスだからワイクイーンにしよう。ワイクイーン、私は女王よって言ってるの。強かったですね。てか3ん全部で4連勝しなきゃいけないとかで、あの連戦なんですよ。3戦目でね、やられてしまいました。ちょっと欲しかったりもするけど、まあ、とりあえず、攻撃力、素早さ。ひたすら攻撃力を伸ばしていこうかな。す、布石像と、魔法の使い、ちょっともったいない気もするんだけど、こいつ AI2 回行動だからな。で、白、ドラクエ2のラスボス。オスになればいいんだけど、オスなってくれるかな。だった失敗した。まあいいや。なんてなんの、シドピョン。シドちゃん。シド。少ないけどな。だけ見て。あ、賢さアップ2はついたか。なるほど。やり直そう。で、今作ってるワイトキングとシドを、今度ね、また配合したいんですよね。だから、あの2体をオスとメスにしたい。だから両性で生まれてくれりゃありがたいんだろうな。またメスね。で、こっちがオスになればいいんだけど、
ミスだー。次、ワイトキング作ったらセーブするか。残りの指導を調整しましょうか。じゃあ、ワイキングさんで。で、これでセーブをして、で、残りの指導をメスに。メス来た。いいねー。くれてありがたい。指導。指導。指導ちゃんでいい。交差アップ。攻撃。交差アップ攻撃にしようか。あ、頑張ってますよ。かな、ガルーハ。あ、でも優先的に先にしたいの。今、レベル上げで、前へ来ていたね。マダムンガーデンっていうところでメタルエリアが解放されたので、そこで今レベル上げをしてるところですね。もうここが解放されてくれたおかげで、もう配合が進む進むこのメタルエリア行くには最初にあのスライム狩りをねやらなきゃいけないっていう、ちょっとめんどくさい仕様があるのがちょっと残念な部分ではあるけど、メタルエリア解放までの敵の数が増えている。あと9匹か。どっち回ろう。はい。ちょっと見てなかった。9匹か。あと6。飛んだぞ。3体。条件達成、これでメタルエリア入れますね。150秒間しかねこのエリアに入れなくて、なおかつ戦闘中もね時間が経過してしまうっていう、なかなか難しいんですよね。まずははぐれメタルを狙う。どうしようかな、もう魔人入りしてしまうか。釣ったか。よし、ナイスー。まさかのアルミラージが出してくれた。30。30もポイントもらった。さあ、セルスをして、メタルキングの元へ行くぞ。お、ナイスー、一発できた。は、もしや、はぐれメタルもう一体いけるんじゃね？おー、バンジー頑張った。あと48秒もある。一回行くぞ。ふぅ、やったぜー。これメタルスライムをもう一体くらい枯れそうだね。さあ、これで VS メタルがマックス。あとはコイルカップに行くとこ。あと17秒あるから、いける。あと1体いけるぞ。終了。おー、過去最高に稼げた。ただそれでもなお、この二人が終わっていない。はい、まぁ、あ、こんな感じでもう少しね、裏で、次の配信までに一応最終パーティーにできたら、最終パーティーにしてね、決勝を挑もうかと思います。それでは最後までご視聴いただいた方々、ありがとうございました。コメントいただいていた、ホタルさん、イサナさん、ビッグパパさん、しおりさん、ありがとうございました。で、現在、こちらの Twitch の方で生放送を行っております。よかったらフォローよろしくお願いします。また、そのアーカイブや各種動画は YouTube の方に投稿しているので、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。その他、連絡や通知に関しては Twitter の方で行っているので、Twitter のフォローもよろしくお願いします。はい、しおりさん、お疲れ様でした。ありがとう。それではまた、次の配信でお会いしましょう。またね。バイバイ。